ズマックス！どこにいやがる。聞こえてねえのか俺の声が。こいつは、こいつは。いいか、エルメスが待っていたのはこの瞬間だ。また隠れるつもりか。それはもうできない。グロリアの分だ。これは、これは。どこにいる。手当てを急いでくれ。異常警報発生。同様の一で。おとなしくしろ。私が今ここでなすべきことが。いいか、スポーツマックス、よく聞いてくれ。魂全体の数は常に一定ということらしい。で、その俺は一体何をすればいいんで。スポーツマックス、破片じゃないっすか。それともどこかに骨が揃っているというんですか。分かってますって。でも、もうやったんすけど。彼の骨はどこへ行ったと聞いてるんだ。知らねえよ。どこか近くに動いているのは感じるぜ。探せ、早く探すのだ。として私はそれを観察し、ジョリンお姉ちゃんは骨を見つけるためにあんたに助けてもらいたい。無理だ、今医療棟に入院しているウェザーリポートだって。だからジョリンお姉ちゃんを僕は守ってあげる方法を知らない。なあ、生まれついての能力なのか。彼は人を助けるとかそういう性格じゃないんだ。つまりその、何でも分解したくなるという症候群、分解しなくてはいられない性癖なんだ。その場でアナスイは二人が永遠にくっつかないように。だが私一人ではジョリーンのところまでとても行けない。援護が必要だ。こいつを殺す気で行かないと私はこいつを従わせること。そして彼女がその何とかの骨を見つけるというのなら、今の言葉通りだ。彼女を全力で守ってやる。いいな、 FF だっけ。お前何でもすると言ったよな。ダイバーダウン。時間差で壁の中に。君が出会ったスタンド能力の中で一番弱い能力って。それが生きるということだ。スタンドも同様、フランスのロレーヌ地方で6人の男女がハイキング登山に出かけ、殴られ折れ飛んだ歯が近くの岩を砕いて食い込んでいた。その山小屋の主人がスタンド使い。そうだが、彼は一体何を。彼の体内の神経細胞を伝わり地面に流れた。そしてサバイバーの攻撃は何も感じさせず、何もしない。自分を臭いと侮辱したたった一人の女のために全員を。それ僕にくれないか。もしいらないならスタンドだけ。結構いいぞ。通算20ドルの価値だからな。悪いね。とにかくこの懲罰冒頭のどこかにある。いや、あのピッチャーはいける。お前は所詮かもさ。なあ、なんでどつくんだ。今俺謝ったじゃん。てめえ、てめえ、俺たち。こいつの最も優れた筋肉が美しい。いや、まだ敵そのものは見えていない。だがスタンドだ。これは私が懲罰冒頭へ送り込んだスタンド使いは4人。あの4人が間違いなく丈太郎の娘を消去するまでワイトクレムだ。かかってこい。君らに吐き気を催してムカついていたんだ。